ガンどっか投げ込んだりや。少しヒヤッとしたかな。やっと会えたな、キリュウ。それと風間。コソコソしやがって。しまん。寺田藩、あんた錦山裏切ってわしにつくふり見せてたけどな、そんな裏の裏まで全部お見通しや。ずっと見張らしてもろてましたわ。お前らといい、錦山といい、ほんま脇が甘いわ。ガキはもらっていくで。お前らはここでしまいやけどな。島のよ。なんや。おめえさんも相当脇が甘いぜ。ああ。なんや。おやじ。おせえぞ、柏木。へへ。もうすぐクリスマスですしね。屈強なプレゼントをお持ちしました。キリュウ、ずいぶん苦労したみてえだな。柏木さんこそ。なんや、風間組はやる気みたいやな。よっしゃ、血の汗振らしたるわ。
これまでだ、島野。
はるか、おやつさん。カズマさん。カズマ。おやつさん。はるかは無事だぜ。風間のおじさん。おやつ。百億の話を。寺田さん、救急車。わかってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺と世良なんだ。百億は神宮の金だ。奴は東城会を使って闇の金を洗ってた。マネーロンダリング。そうだ。俺は奴を失脚させるためにその百億を、そして由美はその計画に志願したんだ。由美か。アレスに急げ。カズマ、由美が危ねえ。アレス、アレスに由美か。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ百億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東城会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東城会の未来がそこにある。はい。カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれカズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親殺した子供のための施設。いいんだおやつ。俺にとっちゃおやつさんが本当の親父でした。伊達さん、無事だったか。芝浦のことはさっき警察に通報があって知った。ああ。お前これからどうするんだ。アレスに向かう。ユミがいるかもしれないんだ。何？そうか。まあ今はあまり時間がない。話は後で聞こう。それよりもだ、先にスターダストに行ってくれ。なんだと？どういうことだ？まあいろいろ必要なものがあるんじゃないかと思ってな。和樹や優也に頼んで集めておいてもらったんだ。
必要なものがあったら先にそこで揃えておいた方がいい。分かった。感謝する、伊達さん。ああ。じゃあ、また。いらっしゃいませ。ありがとう。そこのキリュウちゃん、止まりなさい。はよ、出さんかい。お？アウト！あ？最高のドツキ合いにしようや。マジかよ。
おもろいな。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ふう、食った。ありがとうございました。撮影か何か？おい、飛び降り自殺する気じゃないか？おい、秋元！バカな真似するんじゃねえぞ！今、警察呼んだから、そこ動くな！水木ちゃん、ごめんね！おい、バカなことするんじゃねえ。誰だよ、お前ら。そんなことしても誰も喜ばないよ。邪魔しないでくれ。そこから近づくと飛び降りてやるからな。何があったか話してみろ。
何があったか言ってごらん。悩みってのは一人で抱えるよりも誰かに話した方がいい場合もあるんだぜ。水木ちゃんに見ついてたら借金がとんでもない額になったんだ。だから生命保険で返済するしかないんだよ。水木って誰だ。マックスボンバーって店のナンバーワンキャバ嬢、水木ちゃんだ。マックスボンバー、ハルカ知ってるか。聞いたことない。スタイルは抜群で性格のいい、それでいて親思いの心優しい子なんだ。あの子のためだったら俺は何だってできる。そいつには連絡したのか。水木ちゃん、今親父が心臓病で入院してるんだ。仕事が終わると病院に直行して毎日看病してる。だからお店以外では連絡しないって約束なんだ。騙されてるんだよ。騙されてる？この俺が？普通に考えてみればわかるだろう。その女の言うことは全部嘘だよ。そんなわけないだろう！もういいよ。これ以上は時間の無駄だ。飛び降りるぞ！おい、ちょっと待て！ごめんね、水木ちゃん。借金返せなくなってさ。水木ちゃんに迷惑かけたくないと思って。私を置いて死んじゃうの？え？秋元くんは私にとって命よりも大切な人なのよ。忘れたの？水木ちゃん。だから死ぬなんて言わないで。そんなクリスマス迎えたくないよ。水木ちゃん、俺間違ってたよ。秋元くん、分かってくれてありがとう。水木ちゃん素敵だよ。私プレゼントは限定のダイヤモンドリングが欲しいな。分かった、今から買いに行こう。じゃあプレゼント買った後同伴してくれる？うん、もちろんだよ。どうやら人違いだったようだな。あるか、行くぞ。うん。
舐めてると痛い目見るぜ。